メジャーへの復帰目指し投げる姿を見るたび心が切なくなるんだ。去年の DeNA のエース、トレバー・バウアー。未だに所属球団未定のまま。最速159キロ、変化球1のカーブ。登板間隔中4日で投げれるタフさ。メジャーリーグのサイ・ヤング賞を受賞投手。年俸最低条件でも構わない。なのにオファーを出さないメジャー球団。ベイスターズならば球団最高年俸出すのに。帰ってきておくれよバウアー。また横浜帰って浜のエースになってくれ。美人の代理人レイチェルも連れて帰ってきてね。オールスターの裏側 YouTube でまた見たい。でも日本に戻ってくる時は横浜以外の球団入らないで。